さてとゆうのエアさん、こんばんは。かぶさん、ベルギー寒そうですね。嵐が来たんですね。日本も火曜日は天気が荒れるらしいです。霧も眺めるだけならいい感じですね。かぶさん、風に吹かれて風をひかないように気をつけてくださいね。うん、そうですね。まあ、気温自体はね。そんな寒くないんだけど、結構風がね。ありますね。うん。日本も多分そろそろね。寒気くきますよ。 その前にちょっと気温が上がると思うんだけども。うん。カさん、大谷さんの移籍の金額はすごいですね。約1015億円だそうですよ。あの、メッシュを超えてスポーツ史上最高額だそうですよ、えー。今までは赤いユニフォームのイメージでしたけど、今度のドジャーズはブルーです。うん。ブルーも似合いそうですね。ちなみにドジャーズはロサンゼルスだそうです。日本として頑張ってほしいですね。 うん、大谷さんは確かに赤いイメージだったんですが、今度青に変わるんですね。しかもメッシーを超えてスポーツ史上最高額なんですね。うん。のりこさんどうもです。かぶくん、えー、連日の怒涛の配信でとても疲れのことと思いますので、たっぷりと栄養と休息をとって、また全日本頑張ってくださいね。まずは体をいたわっていただきたいです。あ、うん、ありがとうございます。いや、今日ね、ちょっと昼間も寝てましたね。 あのー、ちょっとアニメを見てたら、気づいたらもう爆睡してて、ワンコが吠えちゃいましたね。だからね、今日は昼間もね、ちょっと寝てましたね。うん。はい、ヨウさんどうもです。えっ、ー、と、カブくんこんばんは。コナンライオン様が私にコテコテとクレームを入れてきますが、私は X は、えー、知らないですよ。大谷くんの夢も。 をコ,コナンナイオンさん、コナンライオン様という方、本当に迷惑です。私はようです。コナンナイオン様とコメントのやり取りもしていません。えー、謙虚なく文句言われると不快になります。やめてほしいです。コナンナイオン様、そういうことなんでちょっとよろしくお願いします。という、これは返信なんでのコメントの、あれですやり取りっていうことでしょうかね。勘弁よしこちゃんっていうことですよ。 エモンミカんさん、よろしくお願いいたします。今年もあと半月余り、暮れの整理整頓、掃除、ゴミ出しの日々を送っています。うんこの暮れもまたもや旦那のえ逃走をやめて、止めてえ掃除を手伝わせるという攻防戦です。私ができない高いところとかやらせたい。うん、玄関上部の2階のはめミみ窓ガラス。旦那は途中半分まで吹いて、そしてどこかに逃げた。窓ガラスが半分汚れているのに、目につくたびにムカつく。 えー、屋内階段の電気、電気が切れたんで取り替えてくれたが、えー、丸ごとのガラスをかぶせてネジで止めるタイプの電気なのに、電球を変えただけでガラスはかぶせていない。うん、裸電気のままにして途中で逃げた。裸電気を見るたびにむかつく、えー。全部中途半端なまま。うん、<laughs> 以前これと寒い時に 旦んに屋根のトヨ、トや、屋根のトヨの枯れ葉掃除をしてもらったことがあった。いつも私がやっているのが、たまたまいたからおであ、お、立ててやってもらったと。うん。二階の窓からバルコニーへ出て、けたついに登って、トヨの掃除。私、うっかり部屋の中から窓の鍵をかけてしまって、その他は窓も全部鍵をかけた。クレは危ないからね。うん。 しばらくしてなんかバンバン窓を、えー、叩いている音がしてる。なんだろう。旦那が豊掃除をしているのをうっかり忘れて、お茶してテレビ見てました。結果的に2時間半、旦那はバルコニーに閉じ込められていた。うん。なるほど。いつもいないからすっかり忘れちゃったわ。うん。多分この時の嫌なインパクトだけを旦那は覚えていて、用事から逃げるもんだと思い。なるほど思い、えー。そんな夫婦でも35年よく一緒にいるわ。 面白いですね。そういえばなんか、あの、植木の剪定の時も旦那さん逃げましたね。なんかそんな話を思い出しました。うん。でもなんか、トヨ、トヨっていうのはどういうことトヨっていうのはなんか場所かなんかですかね。トヨ、トヨの掃除。うーん。でもなんかちょっと旦那さん閉じ込められてしまったんですね。うん。ちょっとでも危ないですね。うん。2時間半も。うん。はい。ゆめっちさんどうもです。かぶくんこんばんは。 12月10日日曜日 10%4 度20度、えー。ここに3日山が緑じゃなくて霧がかったように白いので交差かな。うん。聞いて聞いて。息子二十歳が後輩と遊びに行ってくると言って、えー、出かけたのね。てっきり男の子だと思ってたら女の子でした。それも二人っきりで。うん。それってまさかの初デートなのか。お相手は同じ学校の一年生だってさ。 仲の良い同,同級生の男の子の近所に住む幼なじみらしいよ。普段からよくおしゃべりしてたんだって。行き先は伊勢神宮でお参りした後、おかげ横丁で、えー、旅歩きをしてたらしいね。うん。お土産に赤服を買ってきてくれた。えー、女の子は今日が誕生日で彼女の方から誘われたそうですよ、えー。プレゼント買ってあげたって聞いたら、聞いたらあげたよ。だってさ。うん。今度は三人で大阪へ遊びに行きたいそうな。青春だね。 まあ、女の子に興味を持ってくれてよかったよかった。え楽しかったみたいで、何よりだよ。母は嬉しい。えカム君初デートの思い出はえ、場所はどこだったのかな。秘密だったら言わなくていいよ。それではまたね。うん。お、これは初デートなんでしょうかね。このゆめっちさんの、えっ、ー、と、息子さんはね、気になりますね。うん。これは、こういったことは初めてだったのなるほど。 うーん。三人きりっていうのは、三人でっていうことは何これは、えっ、ー、と、女の子ともう一人家族とっていうことかな三人でってなんかね、今度は三人で大阪に遊びに行きたいそうなということですね。なるほど、なるほど。三人で。うん。う3こう三人で友達のことですかねうん。お母さんも、それともお母さんも含めてってことかなまあ、いっか。ね、ってことは何なんか、あの、進展がいそうな気がしますね。 え、僕の初デート初デートの思い出初デートの思い出か。ちょっと秘密ですね。うん。僕の初デート、これ黒歴史入ってきますよ。危ない。うん。はい。僕の初デート、黒歴史入ってくるの。あんま、あんまり覚えてないですね。うん。あの、初デートは覚えてないってやばいんですけど、それだけぐちゃぐちゃだったっていうことですよ。うん。 はい。ゆうどや,やさんも一度です。かぶさん、次の週末からは強い寒気が南下してきて、一気に寒くなるみたいですよえ。日本海側では大雪になりそうな気配,気配らしいです。かぶさんの言った通り、寒気が溜まってるみたいですね。うんうん。いよいよ冬将軍が来そうですね。来ないでほしいです。いや、いよいよ来るんですね。やっぱりね、でもその、あそのね、あの、寒気が来る直前に、 一旦わーって気温が上がるんですけどその低気圧ですね低気圧が過ぎた後に一気に寒気がきますはいもうあの降れば雪になるような寒気が来るのでちょっと覚悟は必要ですねあの太平洋西日本の太平洋側の一部の雪雲が流れ込むような強い寒気がきますのでちょっとあの留意が必要かなと感じますねうん。 あの本当ね、換気って蓄積してますけど、放出していきますからね。うんはい、といういうなんで、ありがとうございました。